はい、皆さんこんにちは。今日は2019年3月発売のトミカの車種が追加になったのでチェックしていきます。まずはタカラトミーさんのホームページだね。で、更新日の方は2019年1月18日になってます。じゃあ早速見ていこうかな。下の方を見ていくと、ピザーラデリバリーバイクとかトヨタハイエース、この辺りは変わってないね。ハイパーミストブロワー車とかトミカワールドで、下の方を見ていってトミカギフトセットは変更はないようです。で、この新しいシリーズは一気に車種が発売されるんだね。 1,2,3,4,5,6 車種一気に出てくるんだね。一つずつちょっと見ていこうかな。で、一つ目は01番のアイラブグルーメルだね。やっぱりミニオンのデザインになると可愛いね。で、この車種は後ろの方も発表されてるね。こんな感じでバナナが乗ってます。で、その他下の方を見ていって、02番はキングボブっていうのが発売になります。これも当然可愛いんだけど、後ろの姿も可愛いね。こんな感じだね。で、3代目がこれだね、黒ミニオンスチュアートです。これもなかなか可愛いデザインだね。で、4代目が氷河期ボブ、これもちょっと面白そうな感じだね。後ろの方はこんな感じになってます。で、5代目がこれだね、囚人メルっていうのも出てきます。で、これも荷台の部分がこんな感じだね。で、最後6代目がこれだね、イーブルミニオンケビンっていうのも発売になります。これだけなんかカラーリングが違うね。で、後ろから見るとこんな感じだね。で、今回のミニオンムービーコレクションっていうのは、ここに書いてあるね、大人気のミニオンが映画から可愛い6種類のコスチュームを着て登場って書いてあります。だから今度公開される映画に出てくる登場人物だね。で、次行ってトーマストミカも発売になります。トーマストミカ06番のミアだね。この部分下の方を見ていくと、これも2019年トーマスの映画に登場するキャラクターたちだね。次行くと08番のエースっていうのも出てくるんだね。ちょっと映画がどんな感じになってるかわからないけど、この辺が発売になってきます。で、機関車トーマスマップ付きのトーマスとニアとエースの丸ごとアドベンチャーセットっていうのも発売されます。3台セットで2800円だね。で、さっき登場したニアとエースだよね。だけどこの辺が微妙に表情は違うみたいだね。単品で発売されるニアの顔はこんな感じだね。で、セットになるとこんな感じの顔になってます。同じくエースっていうのも顔の表情が違うんだね。こっちは口を閉じてるけど、こっちはちょっと口を開けたような表情になってるね。コレクターにとってみたら、表情の違う登場人物だから両方手に入れておきたいのかな。で、セットでついてくるのにはこういうマップもついてくるってことだね。こんな感じで遊ぶことができるみたいです。で、これで以上かな。はい、今日は3月発売トミカの追加車種の方をチェックしてみました。で、3月発売のトミカの一番の注目車種はトヨタハイエースだね。通常版も初回特別仕様もどちらも手に入れておきたいね。やっぱりミニカーをカスタムする方たちにとってみたら、複数台手に入れておきたいんだろうね。スポーツカーとかじゃないけど、かなりの人気がありそうです。で、視聴者さんからの情報では、この初回特別仕様っていうのは50周年記念モデルらしいね。実車でもこういうデザインがあるそうです。コメント欄の方で情報をいただき、どうもありがとうございました。ちょっと勉強不足の時はぜひコメント欄でコメントいただければと思います。で、今回追加車種でチェックしたこの下の方だね、このドリームトミカミニオンムービーコレクションのシリーズは6車種とちょっと多いね。で、以前ミニオンのモデルで
USJ オリジナルだね。こちらの方も以前レビューを上げたのでリンクの方貼っておくのでご覧ください。でこの辺の6車種全部手に入れると1台700円だから4200円以上になるんだね。結構な高額な出費だね。でさらにトーマストミカもこんな感じで単品モデルとセットモデルで表情が違うってなるとコレクターは全部手に入れておきたいのかな。これも単品モデルとセットモデルを全部合わせるとこれも4000円を超えてくるね。なかなかコレクター泣かせの3月かもしれないです。はい、こんな感じで自分にとっての一番の注目車種はハイエースだね。また車種が追加になったり情報が変わったら動画で更新していこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。